います。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、なんか高松ですけども。ああ、はい。ごめんね、この前怒ったりして。いいえ、いいえ。本当に頑張ってください。政権放送の度肝を抜かれて、昨日の、放送は、4名の候補の、政権放送のおすらしみたいな、すごい、放送だったと思うんですけども、すごくインパクトを残して、本当に、政治への関心を湧き立てていると思うんですね。それでですね、一つお伺いしたいのが、これはこの後藤さんが考えていないことだったら申し訳ないんですけども、今思ったことでもおっしゃっていただければと思うんですが、はい、国政と地方行政の違いについて、なんでね、憲法でも国政は議員内閣制で、議会の中で内閣総理大臣を決めると、それで国全体のことはその国政で決めるということと、あと地方行政は地方のことは地方で決める、国とは別っていうふうに決まっているわけで、でそれに対して今では国政政党が今もうこの東京都知事選でもすごく介入してきてるじゃないですか。はい。そしてそれに対してマスコミを忖度して中央候補を決めてしまっていると、その変更候補の被害を今現在後藤候補は受けていらっしゃるし、そして都議会の中でも議員の会派によって、例えば少数会派の人が保育園の子どもの死亡事故を波の中に訴えたとしても、その他の会派の人は一切賛同もしない、何もしない。そして今小池候補が、小池都知事が、殺処分ゼロにしたと発表して、今実際にはこう300頭以上毎年殺処分されていても、そのゼロと発表して、それに賛同する議員ができてしまっていると。まあそういったその変更報道についても、都に対する政治の不信についても、その東京都民の問題が本当に解決されないという現状についても、国政と地方行政、それの分かれ目が今、曖昧になってしまっているというところにあると思うんですね。大きな原因一つだと思うんですよ。なので、政治不信の原因でもありますから、そのことについて、後藤候補はどのように思われるか、おっしゃっていただきたいなと。そうですね、基本的に僕は国政とか地方とかあんまり気にしないでやっているので、僕もよく言われるんですけど、俺が主張しているのは国政の話だとかよく言われたりもするので、その東京都のことではなくて国家のことばっかり語ってるみたいなことを言われるので、僕はあんまり国政だとか地方とかそういうの関係なく、自分がやりたいことというか、自分、選挙広報で書いてるのは自分 の, その自己紹介というか、自分 の, その政策、自分、僕結構ホームページでいろいろ政策を書いているんですけど、その政策を多分その何々するみたいな1000個ぐらい書いてたりするんですけど、その中から毎回チョイスして選挙候補を作っているので、その時々 の, その流れとか時流とか、そういうので、今回はこういうふうなコンセプトでいこうとか、今回はこういうことを訴えていこうっていうふうに、書いているので、前回の都知事選は結構本当に凝縮させて、自分の本当に幕の内弁当みたいな形で詰め込んで、もう細かい字ばっかでだったんで、あれプラス前回プラス今回、新時代の扉が開くと僕は思っているので、新しい時代に向けてその AI だとか IT とかそういったことを普及していこうっていう、だから僕のやりすぎ都市伝説とか見てるんですけど、トランスヒューマニズムとかそういうのを見て、で前回 の, その大統領アメリカ大統領選とかでトランスヒューマニスト党とか出てたんで、日本も遅れてはいけないと思って、僕はトランスヒューマニスト党っていうのを作ったんですけども、トランスヒューマニズムとかトランスヒューマニストっていう概念、考え方がちょっと浸透すればいいなと僕は少し思ってるので、で、なのでそういう考えなので、別に僕は国政とか
地方行政でそのとかっていうふうなのはあんまり考えないんですけど、そのさっきのマスコミがちゃんと報道しないとかと連なる話かもしれないんですけれども、あの結局やっぱり、今、与党が自民党、安倍さん の, その自民党で、そういう中でじゃあその影響がやっぱどうしても出ざるは得えないと思うんですね。で安倍さんがいいとかなったら自民党系が強いとか、安倍さんが悪いとなったら野党系が強いとか、まあ、理想論といえばさっきの、マスコミも平等に報道するべきっていうのはあると思うんですけれども、その地方議会とか地方行政もそういった国政だとかそういったものの国政政党とかに左右されずに、報道されるとか、選挙運動が展開されるとかが望ましいとは僕も思います、理想論としては。ただ現実問題を考えるとやはりそれは現状難しいっていうのがあるので、そこはそれの中でじゃあ自分がどういうふうに戦っていくかしかできないと思うんですね。だから僕はその行政のトップで変えることができるなら、そういった国政政党とかの影響がないような配慮とかそういうのができるかもしれませんけど、現状は自民党系議員とかその野党系議員 の, その戦いでその推薦候補とかそこから出てる人たち の, その候補の戦いとかそれはもう反映されてしまうので、まあ、そこは、まあ、その中でじゃあ自分がどう戦うかっていうことだと思うので、そうですね、理想論としてはそうですね、地方の行政は地方行政でっていうのは思いますけど、なかなかそれができないのはちょっと、まあ、ある種しょうがないかなとは僕は思いますけど、だからまあその中で、どれだけ自分が頑張れるか工夫して戦えるかっていうのを僕の場合は考えていく、その他の周りがどうとかそういうので、言う前に自分ができることをちょっと考えていきたいなとは僕は思っています。以上です。ありがとうございます。地元の人たち の, 受け止めてになると思っていますので、なっていると思いますので頑張ってください。ありがとうございます。他はありましたら、失礼いたします。いえ、昨日の、東京 MX と NHK の政見放送を見ました。MX の放送においては公職選挙法第150条の2の規定により音声が一部削除されていたと思います。一方で NHK ではその第150条の2の規定を適用せずそのまま垂れ流しとなったわけなんですけれども、この2つの放送局の何でしょう選択についてどうお考えでしょうか。またこの形骸化しているとしか思えないこの150条の2についてどうお考えでしょうか。お願いします。いい質問ですね。ありがとうございます。150条には形骸化はしてないと思います。形骸化はしてないのでこう振り回されているので、でも今回これはすごく歴史的なことで、こういう質問が先に来るかなと全然来ないっていうあれだったんですけど、僕がそもそも今回立候補したのが前回の東京都知事選挙でそのまま放送されなかったんで、でそのまま放送されなくて裁判をしたんですね。裁判で最高裁まで戦って負けたんですけども、で僕一人で全部やったんですよ。本人訴訟で、もしかしたら、
すごいなんか有能な弁護士さんとかついてたら分かんなかったとかそういうのあるかもしれないですけど、僕は一人で全部やって、まあ、結局負けて、あ、これは裁判でその弁護士つけなきゃ無理だって僕は思ったんですね。まあまあそれは別、まあ、話取れるんであれなんですけど、結局そのまま放送もされないで裁判も負けた。で、まあ、そんな中で、アキラ 100% さんが、スッパダカで出て、なんか、アルファ優勝して、なんか、これが良くて、俺はあれダメなんだ、みたいな、ちょっとなんか、そこに、やっぱ、違和感とかもありまして、で、政見放送でも述べてますけど、その、玉袋さんだとか、そのマンキーだとか、そういうのとか、あれが良くて、なんで俺はダメなんだろう、みたいなのはあって、でそういう僕は理詰めで、ここがいいのにこれがダメだみたいな、僕は裁判でずっと書いてたんですけど、やっぱ素人ではやっぱ勝てないと僕は思いましたね、やってみて。でもうちょっと裁判やめようと思ったんですけど、じゃあもう残された手段として、そのまあもう一回出て、その潔白を晴らす証明したいとかそういう感じはあったんですね。で、それは別に僕の個人的なことだけじゃなくて、やっぱり僕表現の自由を大事にしたいので、僕が悪しき宣伝だったら申し訳ないと思ったんですね、判例として。今まで、東郷健さんっていう方が過去にチンチンって言って、そこを放送修正されたんです。で、東郷健さんが裁判してなんか勝ったり負けたりして、結局負けちゃったんですけど、なんかそれ以後はチンチンも OK になってたんです。だから僕そういうのを調べてたんで、なので、僕は、ちんちん大丈夫だったら、そのま、その女性器も大丈夫なわけじゃないですか。ちんちん大丈夫なら、ちんこも大丈夫、ちんぽも大丈夫、ぽこちんも大丈夫、ちんぽも大丈夫、どんどん増えていって、結局、まあ、そういう男性器名称、女性器名称言ってたら、わかんないです。だから量が多い、量が多かったのか、まあ、量が80数、僕は数えてないんですけど、やっぱ、弁護士さんとやっぱ頭いいんで、一個一個数えたのが、80数回男性器、女性器って、これは明らかにおかしいみたいなことで、でも量がダメなのかよく分かんなかったんですよ。だから結局何がダメなのかよく分からず、その、やっぱり受信料で、その放送してるから、その受信料を払って人に申し訳ないみたいな、そういうクレームが来るのは嫌だったと思うんですけど、うん、だからといってその交渉、その候補者の政見放送をその修正するのは僕は良くないと思ったんですね。で、今まではチンチンが大丈夫だったのに、チンチンダメになっちゃったんです。ってなると、今度、あ、じゃあチンチンは言っちゃったんだ、チンチン言うやついないと思うんですけど、これ以外に。チンチンとかマンマン、マンマン、チンチンマンマン平気だったんで、お前、チンコとかマンコとか、そういうの言えなくなっちゃったっていう、言ったらダメっていう判例を作ってしまったので、それに対する、ちょっとその、なんとかその、自分がそういうふうにしてしまって責任も感じてて、やっぱその表現の自由を大事にしたいので、それを、じゃあ、なんで僕がそうしたのかとか、そういった思い、をそのやっぱ政見放送でぶつけてその、放送したいっていうのがあったんですね。なのでその普通の放送では明らか 100% さんがその地上波で全裸でこんなパフォーマンスしてるのにっていうことは別に政見放送は本当に何でも放送しいんですよ。何でも放送しいんですけど、地上波で全裸でやってるんだったら政見放送でいいじゃないかっていうその主張と絡めてやってて、で、まあ、その僕がそのチンチンとかマンマンとか男性器女性器とか使ってましたけど、それそのまま放送されたんで、そうですね、だから、あんまりここで僕はあんまり言いたくは、僕の見解言うとこうこうこうだからよかったとかはあるんですけど、今回は放送されたっていうのはあると思うんですけど、あんまり僕がなんか余計なこと言ってなんか変な感じにしたくないんで、正直なんで放送されたかとかそういうのはよく知らされないんですよね。なんで放送しないのか、なんで放送されたのか、まあ、MX さんもそうですし、具体的なことはやっぱ言わない、具体的な理由は言わないんで、まあただその NHK さんの場合は、
まあ、内容がだからちゃんとしてたと思うんですね、あの政見放送の原稿の内容が。なのであの、まあ、だからそういうカットされなかったとか、まあ、いろいろあったのかなとは思うんですけど、だから逆にその MX さんがちょっと心配というか、あの MX さんが今回結構修正されてたんですけど、それは男性器とかそういったものだけじゃなくて、普通の言葉、普通のなんか放送禁止用語じゃない言葉も、修正されてたので、それはあの結構危険なのかなっていう、その危険っていうか、あのその放送局が、普通の言葉をこれはふさわしくないだろうということで、修正したわけですから、それは今後 の、 その表現の自由とか、だからその、まあ、男性器女性器はダメとして、男性器女性器じゃない、その別に普通に使っている言葉、例えば、まあ、一つ言えばその最後うんこっていうのを使ったんですけども、うんこという言葉が、修正されてしまったんですね。でも普通のテレビ局でうんこドリルとかうんこミュージアムとか使われているんですよ。で、なんかアナウンサーとかがうんこドリル面白いですねみたいなの言ってるのに、政見放送でうんこを修正するっていうのが、これはどうなのかなって僕は思いますし、それは別に俺が怒ってるとかじゃなくて、その放送局にそこまでする権限を与えることは危険なことなんじゃないかなって僕は思っているので、それはその MX さんも心配してますし、その世の中的にも心配してますし、僕は正直だから、そのまあ、修正してほしくはなかったんですけど、結構僕はエグいこと言ってるんですよ、あの MX さんの、MX さんの政見放送、その放送禁止用語とか使ってなかったとしても結構そのエッジ効いたこと言ってて、これそのまま想像されちゃったらどうしようと思いながら僕はやってたんで、実際問題でもだからあの、まあ、放送そのままされなかったんですけど、まあ、ちょっとホッとした部分はあるというのもあるんですけど、でもそれでもそのまま放送すべきだと思うんですね。あのその MX さんの、そうですね、MX さんの、まあ、保証、まあ、まあ、ちょっと、そうですね。だからまあちょっと、まあ、MX さんにはちょっと、なんかまあ、僕はだからそういう、それでなんか裁判、今裁判を起こすとか、そういうことは考えてないんですけど、あのだから僕的にはその歌詞を作ったみたいな感じのところはあるというか、だからこれは本来は総務省の方が、そのことしちゃダメですよとか言わなきゃいけないことだと思うんですね。警告というか、ぶっちゃけたこと言うと、普通の言葉をその MX さんの方で判断してそれはいいとかおかしいみたいなことを言ってるので、それはやっぱあの放送局がそういうところに介入しちゃいけないと僕は思ってるん で僕はあんまそこに対してもあんまり文句は言わなかったんです。そういうことを通達された時に、あの一応まあいろんな想定してたんで、もう修正されないと修正されるとかもいろいろ想定してた中の、でまあまあこれで、まあ、これだったらまあいいかっていうのがあったんで、だから何も言わなかったんですけど、新たな何ですか、問題みたいなのができちゃったかもしれないっていうのはあるんですけど、だから MX さんは前回の NHK さん の、 その修正されたものを参考にしてたとは思うので、でもその NHK さんが、そのままノーカットで放送してたっていうのはちょっとだから、その結構
余計なんか混乱させたような感じ その判断基準が難しくなったとは思うので、まあ、でもそのじゃあなんで放送されたとかなんで放送されなかったとかはいろいろ見解があるとは思いますが、僕なりに類推推測することはできますけど、それはあんまりここではあんまりそのあんまり余計なことは言うつもりはないんですけど、その何の話してたんですか。150条の意についてでしたか。あとは、まあ、大体多分もう言い切ったんじゃないかと思いますけど。150条の2は、まあ、だから、まあ、基本的に僕はだからそのまま放送すべきだと思うので、まあ、よほどのことがない限りは適用すべきじゃないと思ってて、僕はだからよほどのことをしたつもりはそのない。でだからその見解がやっぱ人によって分かれるみたいなのがあると思います。すみません、以上です。ちょっとなんか疲れてるし、すみません。ありがとうございました。これ時間は何時までやるとかかるんですか。じゃあもう